フォードフリースターは、フォードモーターが2004年から2006年に販売していたミニバン型乗用車である。2003年まで製造されていたミニバンである、フォードウィンドスターの後継車種として登場した。搭載されるエンジンは 3900ccv6 オフ、および 4200ccv6 オフ。ただし、3900cc 版は、アメリカ仕様のみで、カナダ仕様には用意されなかった。 駆動方式は FF でトランスミッションは4足、AT のみ。二代目ウィンドスターと同じフォード V プラットフォームをもとに開発され、事実上、ウィンドスターのマイナーチェンジ版であり、そのためボディやドアは二代目ウィンドスターと同じものが使用されている。主に北米市場をターゲットとしていたが、中東地域や台湾、オランダなどでも販売されていた。姉妹車として、 マーキュリー・モンテレーがある。フリースターはごく標準的なミニバンの仕様を持った車であるが、これといった特徴や装備もなく、ライバルに対するアピール点がほとんどなかった。そのため、販売成績はかんばしくなく、2006年11月17日に最後の生産が行われて、2年という短いモデルライフを終えた。 2007年4月のニューヨークショーにて発表され2008年秋より販売される若者向けのクロスオーバーモデルフォードフレックスが事実上の後継者となる。これにより1986年登場のフォードやロスターから続いたフォードブランドのミニバンの最後についてあったスターの名称が消滅した。ありがとうございます。